山田養蜂場の蜂蜜舐めてません。どうも、ミツバチの妖精さえです。今回の舐めていないさんは、このチャンネルでは2度目の登場、海外営業部藤木陽子さんです。よろしくお願いします。あれ、今回藤木さんはどんな舐めていない話を聞かせてくれるんでしたっけ？はい、今日は山田養蜂場のマヌカハチミツを語るに絶対欠かせない海外の養蜂家を紹介したいと思います。しかもイケメンなんです。いや、もうそれ昭和アイドルでしか見たことないやつ。見かけだけじゃなくてちゃんといい話聞けますよね。はい、大丈夫こんちゃん。今回は上質なマヌカハチミツを山田養蜂場に届けてくれている現地の提携養蜂家さんを中心に、ビジネスを超えた山田養蜂場とのつながりについても話が聞けるよ。そういうことね。ということで、ミツバチ愛は国境を超える、ニュージーランドの若手イケメン養蜂家ヨハンさん。こちらのイケメンがヨハンさんって言うんだ。はい、今日はそのヨハンさんも駆けつけてくれているので呼んでみますよ。そうなの？ニュージーランドのヨハンさん。Hello. こんにちは。こんにちは。呼んでくれてありがとう。ここにこう笑ってこれする。あら、光栄ですか？もちろん。ただここからは英語で参加させてもらうよ。気にしないでください。配信ではヨハンさんは日本語なので。そりゃ安心だ。ちょっとこんちゃんね、イケメン発言は忖度だと思ってたからびっくりしたわ。ヨハンさんちゃんとイケメンだし、髪バッチリ決まってるね。あ、そうかい？だって日本の YouTube に出るっていうから床屋でバッチリ決めてきたんだ。じゃあ早速ヨハンさんと山田養蜂場の出会いの物語を紙芝居で説明しますね。はい。それはある日のこと、社長のもとへ一通の手紙が届きます。蜂が届けに来るんだ。僕らの国では見られない光景だね。その手紙の送り主はニュージーランドのマオリ族という先住民で、手紙には彼らがニュージーランドの歴史の中で社会的な差別を受けていたこと、そして社会的な地位向上を目指す上で国から返還された先住民の土地をロイヤルゼリーの生産技術や女王蜂育成などの養蜂に使うため力を貸してほしいという依頼が。そんな手紙に社会貢献に対する思いが人一倍強い山田社長は、今すぐ行くぞとすぐさまニュージーランドへ出発。ヨハンさんは差別を実感することとかありました？あ、いや、今は差別を実感するようなことはないかな。マオリ族に対する差別も禁止されるようになったからね。そうなんだ。そして社長自ら直接マオリ族に会い、そこで彼らの扱うマヌカハチミツの確かな品質と生産者としての実直な姿勢をその目で確認。この絵めちゃめちゃ強そうだな。社長とわざわざ言ったんだね、すごいな。あの手紙が社長宛てだったっていうこともあって、まあ、養蜂家の中には投資目的だったり、お金儲け主義の人たちがいたりするので、まあ、実際に自分で見て確かめたかったんだと思います。そうなんだ。そんな山田社長をマオリ族の養蜂家も大歓迎。そしてぜひ紹介したい若者がいると、山田社長は当時若干22歳のミツバチを心底愛するヨハン青年と引き合わされるのでした。へえ、なんか運命みたいな出会い方だね。こんちゃん、この時の歓迎の様子がこれだよ。これ当時の映像？そうそう。あ、これハカってやつだよね。そうそう、ハカはね、ラグビーの試合とかで見たことあると思うけど、勝負の前に士気を高めるために行ったり、その一方でお祝い事や客人を歓迎する儀式など社会的に重要な場面で敬意を持って披露されるマオリ族の民族舞踊なんだよ。へえ、そうなんだ。で、そういえばマオリ族ってどんな先住民なの？はい、マオリ族はもともとはポリネシア系の人々と言われていて、彼らは本当に自然を尊敬していて、全ての生き物と共存していくっていうフィロソフィーです。へえ、あれ藤木さん今ちょっと英語を織り交ぜてかましました？あ、ちょっとかこつけましたかね。いやでもさ、一通の手紙でニュージーランドすぐ行っちゃう社長の、その社会貢献の熱とか養蜂愛
もうすごいよね。はい、ただ売れれば良いっていうわけではなくて、まあ、事業を維持しつつも社会に貢献しようっていう、まあ、社長の気概をすごい感じることができました。そっか、湯原さんやマオリ族にとって山田養蜂場ってどんな存在ですか？いや、とっても感謝しているよ。せっかくマオリに返還された土地も経済的に維持できなければ手放さなきゃいけないところだったからね。しかも養蜂で自立の道を作ってくれただけじゃなく、僕らのマヌカハチミツを日本のみんなに届けてくれているのはとっても誇らしいことなんだ。コンちゃんも今度食べてみてよ。僕らのマヌカハチミツはニュージーランドでも質が特にいいから、コンちゃんも一度食べたらきっとやみつきになるはずだよ。うまいね、買っちゃいそうだな。コンちゃんコンちゃん、この社長のニュージーランド遠征がきっかけでヨハンさんと社長はとっても意気投合したんだよ。そうなんです。その後社長すごく心が綺麗で、優秀なヨハカと会ったんだって言ってきたくらいですから。そうなの？社長よっぽど印象的だったんだね。ヨハンさん、猫かぶったんじゃないですか？なんてこと言うんだよ、猫なんかかぶるわけないだろ。きっと山田社長とはミツバチを愛する者同士、通じるものがあったんじゃないかな。へえ、じゃあ山田社長と初めて会った時の印象ってどんな感じでした？実はその時こんなに大きな会社の社長とは思わなかったんだ。でも話していくうちににじみ出る知性とその豊富な知識に僕もびっくりしてさ、まるで先生のように感じたのを覚えているよ。へえ、大きな会社の社長に見えなかったんだ。なんていうのかな、僕の巣箱を案内した時もビジネスの話はしたんだけど、利益がどうとかよりもマオリの土地の所有者が抱える問題についてを話し合ったり、どうやって養蜂で社会に貢献していこうとか、そんな話ばかりをしていたんだ。へえ、そんな会話になるってことはヨハンさんも昔からミツバチが好きだったの？きっとコンちゃんがそう言うと思って、ヨハンさんがどんな人なのか簡単にまとめました。さすが。時は山田社長とヨハンさんが出会う数年前。当時10歳だったヨハン少年は大好きなミツバチを追いかける日々。本気で追いかけてる。そして遠くの方で働く養蜂家に視線を送っては、うん、僕も養蜂家になると将来に胸を躍らせるのでした。本当にこんな感じで見ていたな、こうやってね。それから5年、15歳になったヨハン少年は学校へは行かず、うん、マヌカの苗木を朝から晩まで植えるバイトを始めます。へー、学校は嫌いだったの？ああ、いや、そんなことはないよ。学校は好きだったんだ。でも学校では読み書きや数学は学び終わったし、僕が学びたかったのはミツバチのビジネスについてなんだ。まあそうなっちゃうと学校では教えなさそうだね。そうなんだよ。そんなある日、ヨハン少年の丁寧でひたむきな仕事ぶりは大人の間で噂となり、ついに17歳の時には彼の夢を聞きつけた養蜂家からうちに来ないかとスカウトされ、養蜂家デビュー。 おめでたい。この養蜂スーツなんだけどさ、時々蜂が中に入ってきてかゆいんだ。やば、それスーツの意味ないね。そしてなんとその翌年には自分の養蜂会社を立ち上げるほどに大成長するのでした。すごい。すごい。なんかドラマみたいな人生だなって思うんだけど、ミツバチの一番の魅力は何ですか？あ、ミツバチの好きなところですか？あ、ごめんなさい、ヨハンさんへの質問です。ああ、そっかそっかそっか、自分で答えようとしてた。舐めてません。ミツバチの魅力はいろいろあるけど、一番は彼らには無駄がないんだ。効率的で組織的、それに社会性のある昆虫というところも魅力かな。へえ、社会性か。あ、そうだ、さっき紙芝居でマヌカの木を植えてたって言ってたけど、何本ぐらい植えてきた？もうとにかくたくさんだよ。10万本以上は植えてきたと思うよ。10万本以上？ヨハンさんは本当に舐めていないさんだね。ありがとう。僕の方こそとても楽しかったよ。藤木さんも本当に今日は楽しかったです。あ、よかった。今回はここまで。次回はどんな舐めていないさんがやってきてくれるのか、気になる方はぜひチャンネル登録をお願いします。お願いします。
Thank you. See you later.